こんにちは、小林俊夫です。現在パーソナルトレーナーとして活動しながら、神楽坂表参道で猫背改善専門スタジオキャットバックとパーソナルトレーニングスタジオピラティススタジオを経営しております。今回の DVD ではトレーナーとして活動していく中で、どういうステップを踏んで活動していくとより自分がやりたいことを叶えることができるかということを4つのステップに分けてお話をさせていただいてます。セッションだけではなくて、セッション以外でもいろいろな価値の提供を通して社会に貢献していきたい、業界に貢献していきたいという方向けの内容になっております。例えば講師の仕事をしてみたい、メディアやそういった雑誌の監修などもしてみたい、もしくは企業と一緒にいろんなプログラムを開発していきたい、スタジオを経営してチームを作っていきたい、そういった方向けの内容を一つずつご紹介させていただいております。ぜひご覧くださいませ。自分がどういう人生を送りたいかなんですよ。やっぱり自分の人生をどうしたいかとか、自分の人生の幸福の基準が何かっていうところをそんなに詰めて考えていないと思います。現在地がわからないと目的地の行き方決まらないじゃないですか。例えばそうなってくると、やっぱりそのなんちゃってトレーナーとかなんちゃってインストラクターとかものすごい多いわけですよね。でも僕ら資本主義社会ですから、勝負には勝たないと会社潰れちゃいますので、そうなった時に自分がどれぐらい働きたいかですね、まあどれぐらいやればそれにかなうのか、どっちの人生歩みたいんですかってことじゃないですか。なのでそこが決まってこないと、基本的には努力量とかも全て変わってくると思います。本当に当たり前のことなんですけど、当たり前のことを普通にやるだけでその他大勢から抜け出せるんですよ。一番楽じゃないですか。なのでもしスタジオ経営を考えてらっしゃるとか、治療院経営を考えてらっしゃる方であれば、必ずこの定量と定性の両方の感覚を持っておくっていうのはすごく大事です。基本見つけてもらわなければいないのと一緒なので、どんなに専門技術が高かろうが何だろうが、発信力を持っていて見つけてもらわなかったらいないのと一緒なんです。